グロリオーソの航海は、ジェンキンスの耳の戦争中に4度行われた、スペインの70門艦、グロリオーソとそれを抱っこしようとした、グレートブリテン王国の小艦隊の戦闘。グロリオーソは、アメリカからの銀貨400万ドルを乗せて、スペインへ航行、アゾレス諸島とフィニステレ、岬沖で、それぞれイギリス艦隊の攻撃を退け、スペインのコルクビョン港で積み荷を下ろした。 数日後、グロリオーソは修理のために、カディスへ向かっている最中、サンビセンテミサキ沖で、イギリスの死略船4隻、続いて、ジョンビング帝督の艦隊から派遣された、戦列艦ダートマスとラッセルの攻撃を受けた。ダートマスは爆発して、乗員のほとんどが死亡したが、92門艦の、ラッセルは、グロリオーソに降伏を強いることに成功した。ラッセルは、 グロリオーソーリスボンまで連行したが、グロリオーソーがひどく損傷していたため結局、解体された。グロリオーソーの指揮官、ペドロメシアデラセルダと乗員たちは、捕虜としてイギリスに連行されたが、彼らはスペインでは英雄として扱われ、イギリスでも尊敬を受けた。イギリスの海軍士官数人は、軍法会議にかけられて海軍から追放された。1740年に、 ハバナで浸水したスペインの戦列艦グロリオーソはペドロメシアでラセルダを指揮官として1747年7月に出港してスペインへ戻ろうとしたグロリオーソの積み荷は約400万の銀貨であった7月25日霧の中ではあったがアゾレス諸島のフローレス島近くでイギリスの小船隊が発見された正午に霧が消えて視界が良くなると イギリス船が10隻もあり、うち3隻が戦艦であることが判明した。3隻の戦艦とは60門戦列艦ウォリック、40門フリゲートのラルク、20門ブリック1隻だった。デラセルダは戦闘を準備したが、同時にそれを避けようとして、風上の位置を維持して、積み荷を保護しようとした。イギリス艦隊は、グロリオーソー、追撃。 21時に軽いスループがグロリオーソに追いついて、両艦は砲撃をかわしたが効果がなかった。しかし2時にスコールが起きた結果、グロリオーソは風上の位置を維持できなくなり、イギリス艦隊に追いつかれた。小船隊の護衛艦隊の指揮官、ジョン・クルック・シャンクスはブリックに小船隊の保護を命じ、ダルクにグロリオーソの攻撃を命じた。この命令の結果は、 クロリオソの激しい砲火で、ダルクの戦隊と偽装がひどく損傷することだった。続いて、ウォリックが到着して、クロリオソを攻撃したが、逆にマストが全損して、撤退を余儀なくされた。クロリオソも戦隊に砲弾4枚を撃ち込まれ、偽装が損傷した。クロリオソでは、死者5人と負傷者44人を出した。ウォリックは、損傷が大きかったが、人員の損失は、 戦士4人と、負傷20人に止まった。イギリス海軍本部が戦闘について知ると、クルックシャンクスは、火星を断り、戦闘において怠慢があったとして、軍法会議にかけられて、有罪を宣告された。彼は、階級の保持を許されたが、海軍からは追放された。第一次戦闘の後、グロリオーソは、スペインへの航行を続けた。 戦闘で受けた損傷のうちいくつかは修理できたが、より厳しい損傷は入港して修理を行う必要があった。それでも、フィニステレミが見えた頃に、ジョンビング提督配下の50門戦列艦、オックスフォード24門フリゲートのショーハム、20門ブリックのファルコンが襲いかかってきた時もそれを撃退することができた。3時間の戦闘の後、 イギリス艦3隻ともひどく損傷して撤退した。オックスフォードの艦長カリスは後に軍法会議にかけられたが、クルックシャンクスと違って無罪方面となった。グロリオウソは第二次戦闘で選手車賞を失い数人の損失を出したが、翌日にガリシアのコルクビオンに入港して積荷を下ろした。ダートマスが爆発した時、キング・ジョージも航行不能に陥っていた。 チャールズ・ブルッキング作1753年第四次戦闘においてグロリオーソとラッセルが戦っている場面後ろにダートマスが沈没している姿が見えるグロリオーソの上院はコルクビョンでグロリオーソが航海に適する程度までに修理を行ったその後デラセルダはフェロルに向かうことを決めたが 逆風で偽装が損傷したためカディスへ向かわざるを得なかった。イギリス戦との戦闘を避けるためにポルトガル海岸を避けて航行したが10月17日にサンビセンテミサキ近くでジョージ・ブオーカー大将率いるイギリス試略戦隊に遭遇した。この試略戦隊はフリゲートのキング・ジョージ、プリンス・フレデリック、プリンセス・アメリア、 デュークの4隻であり、合計960人と、大砲120門を有し、その鑑名により、ロイヤルファミリーと呼ばれた。午前8時、試略戦隊の機関キング・ジョージはグロリオーソへの接近に成功、砲撃を開始した。3時間にわたる砲撃戦の結果、キング・ジョージは、グロリオソの大砲正社により、メインマストと大砲2門を失い、グロリオソも損傷して、 逃走を余儀なくされた。グロリオーソは南への逃走を試みるが、イギリスの残りのフリゲート3隻は追跡、さらに増援でやってきた50門艦ダートマスと92門艦ラッセルも追跡を始めた。ダートマスの艦長ジョン・ハミルトンは、グロリオーソの隣まで追いつくことに成功したが、ダートマスは、激しい砲撃戦の後弾薬庫が炎上。 10月8日の15時30分に爆発して、ハミルトン艦長以下乗員の大半が死亡した。生き残ったのは、クリストファー・オブライエン大員と、会員11人だけとされたが、乗員300のうち14人が生き残ったとする資料も、ある。生還者の一人によると、ダーアトマスのマストが破れ、黒量その方下でひどく損傷していた最中、 グロリオーソからの砲撃が弾薬庫を直撃、火事が起きて火薬に火をつけ、やがて船が爆発する結果となった。彼によると、乗員325人のうち15人が助かったという。生還者は、プリンスフレデリックからの救命ボートで救助された。その夜、イギリスのフリゲート3隻は、ラッセルと合流して、グロリオーソを砲撃した。グロリオーソは、 真夜中から午前9時まで抵抗したが、マストが破れて船も沈没寸前、弾薬もなく、戦死33人と負傷130人を出している状況において、デラセルダは抵抗が不可能と考えて降伏した。ラッセルは戦死12人と負傷数人を出し、キング・ジョージも8人の死者を出した。グロリオースを描いたイギリスの版画。戦闘の後、イギリス艦隊は、 グロリオーソーをリスボンまで連行した。グロリオーソーは詳しく調べられたが、イギリス海軍に編入されずに解体された。死略戦隊の指揮官である、ウォーカー隊は、ロイヤルファミリーの所有者の一人から危険を犯して、優勢の敵に挑んだと叱責されたが、ウォーカーは、下記のように異議を唱えた。デラセル大化グロリオーソーの乗員は、プリンスフレデリックとキングジョージに乗せられて、 ロンドンへ連行され、そこで囚われたが、イギリスは敵ながら彼らを尊敬した。その後、デラセルダはスペインに戻ると勇気を称えられて大尉に、昇進、生き残った上院にも報奨が与えられた。いくつかのイギリス側の資料によると、クロリオソの守備は、スペインの海軍士に残るほどの戦闘だったという。ありがとうございます。